どうも、コマです。ファットプリゾナーシュミュレーター3やっていきましょう。ニューゲーム。このゲームは簡単に言うとアイスホッケーやね。アイスホッケーのプレイヤー1人になって、これが僕です。で、こっちは赤チームなんで、向こうのゴールにホッケー入れたいですね。来た、ボール来た、痛い、足にホッケー当たっちゃった。ダメージ受けると、すごい、あいつ死体殴りしやがった、許せん。殴られると3秒ぐらい気絶しちゃうんですけど、すぐ生き返るんで、生き返ったらちょっと体勢立て直して攻めましょう。あいつ暴れてんな。あいつエースやな、向こうのチームの。あ、こいつ味方や。ごめんなさい、味方殴っちゃった。ちょ、味方邪魔。あー、同士打ち、バカ野郎。味方同士で争ってる場合じゃないやんぞ。いよいよ攻めてるね。よし、ここは僕が決めね。みんな任せてくれ。はい。あー、自分で自分の足打っちゃった。ゲームを楽しむために、とりあえず勝敗とか関係なしに真ん中にボールを戻したい。オッケーオッケーオッケー。壁際に行くのがマジで癖やから。僕のホッケーに触んな、お前ら。こっち来んな、ほら。それは僕のホッケーやぞ。オッケーオッケーオッケー。おー、1対1かやるか、ほら。はい、ナイス、攻めてるよ。ここにはね、バックがないんですよ。前に進むことしかできひんからね。結構角度調整するのとか、シュートの位置調整するのめっちゃ難しい。よし、いいよ、これはもらった。いけます、シュート。あー、空振った。やめろやめろ、こっち来んな、こっち来んな。これは僕のボールや。はい、ナイス、うますぎる。1ポイント先取しました。コマーチーム優勢ですね。はい、邪魔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 。それ僕のボールや。はい、いいっすね。うわ、うますぎる。あかんな、ちょっと僕がうますぎて、これチームバランス悪いな。はい、あかんわ、僕が上手すぎてちょっとチームバランス悪いわ。縛れプレイ入ろうか。僕はシュートしへん、味方にシュート任せるわ。いいところまでお膳立てするから、味方にシュート任せましょう。うわ、もう壁際にやんなって。マジでこれクソ嫌やから、壁際に行くと。オッケーオッケー、いったー、あいつ許せん。この辺か。よし、いいよ、めっちゃいい位置。これ完璧やろ。完全な完璧なパス渡した。よし、あとは、よし、戦闘頑張れ、ちゃんちょくん頑張って。戦闘ちゃんちょくに任せよう。完全にブロックしてる。いけ、シュートシュート。なんでやねん。なんでそんな下手やねんお前。今のもうプロのサッカー選手やったら完全にタコ殴りにされてんだよ、ファンから。フーリガンに殺されるぞあれ。完全にチャンスボールやったやん。完全なパスしましたよ。よし、戦闘あれはどっちや、青か。じゃああかんな、暗い。オッケー、どういいか、これ。いいよ、ナイスナイスナイス。あ、惜しいね。今のチャレンジステージいいよ。君注目株、うちのチームの。頑張って頑張って頑張って。マジでこいつら下手やねんけど。お、いいね。敵を倒すのだけがうまい。ちょっとしっかりしてくれよ。無双してるやんけ、あいつ。強い。めちゃくちゃ強い、あいつ。オッケー、持ってきた持ってきた。よし、いいよ。あ、ごめん。はい、いや、もう完璧なパスやろ。これも決めてくれな、許せんで。パスするし、相手のジャンボもしっかりするからな。これはもういけるやろ。行ってくれ。ちゃんちょくん頑張って。ナイスシュート。なんでやねん。青チームさ、どいといて。よし、頑張って、ちゃんちょくん。なんでや。なんで赤チーム、なんでうちのチームこんな下手やねん。シュート。はい。はい。いけるか、いけるか、やるんか、やるんか、やるんか。おお、打ったけど、どこに打ってんねん。ごめんなさい、さっきのはクソゲーでした。こっちは名作やから、こっちは人気やから。ファットプリゾナーシミュレーター2、さっき3やったけど、今回2ね。ランクダウンしたけど、こっちは人気ですから、やっていきましょう。アイスホッケーじゃなくて、今回は、まさかの殺し合い。バトルロイヤルの始まりです。基本的に逃げてる方が有利なんで、最初に逃げた方がええっていうのが僕のアドバイスだけど、ある程度は殴らないと面白くないから殴っていきましょう。はい、いいよ、ミニキック。ちなみにこのゲームキックしかできんから、最後まで生き残った者の勝利を。しかもこのゲームね、まあ皆さん見てもらったら分かると思うけど、こいつはデブやからね、体力だけは無駄にあるんですよ。はい、なかなか死なへんから。あー、やられた。あと、このゲームは2、3人に囲まれるとはめられるんで、こんな風にね。できるだけ急いで逃げることをし、くそ。
死体蹴りがね、めちゃくちゃ強いゲームなんですよ、このゲーム。これ一回ハマるとなかなか抜け出せん。くー、やられた。なんで、できるだけヘイトを貯めないようにしたいけど、なんか狙われてんな。一回切られてから、一回も立ってへんねんけど。ずっと寝てるふりしてたら2位になってるわ。ちょ、一対一か。一対一でこの状態はまず、抜け出せへんから。ちょ、助けて。なんもできへん。くそが。見てください、今回の勝者。多分未来のピーナッツくんやな、これは。パンツ一枚やし、裸やし。将来ピーナッツくんは獄中で最強のレスラーになってるから。いやー、ごめんなさい。本当の名作はこれ、ファットプリゾナーシミュレーター1、一番最初、初代ね。やっぱ原点こそね、頂点なんですよ。やっていきましょう。今回はスポーツ、サッカーですね。ピーナッツくんは大好きな。やっていきましょう。一回離れよう、様子見よう。今回僕初見プレイヤーから。うわ、操作性が今までと違う。あ、昔のバイオ方式や。すげえ。2と3で成長してたやな、このゲーム。めっちゃ操作しにくい。あの、向いてる方向を、この方向キーでくるくる回りながら前進する感じや。これがゴールね。以上、世界観の設定は獄中でサッカーしてるらしいですね。イェーイ。楽しいな。ああ、やられてる。味方やられてんな。これ勝ってるんか。勝ってるんか。味方強いな。監視のボブさん見てる。僕ね、将来サッカー選手になるのが夢になっつ。行きましょう。勝ってるな。僕何もしてねえと勝ってる、勝手に。そうそう、試合に参加するか。おい。わあ、初めてやられた。僕が試合に参加するとやられるんやな。くそ、3の頃と違って今の僕は足でまといや。やっぱ初見プレイヤーとなかなか厳しいものがあるな。頑張って頑張って。はい、1回ぐらいシュートしたいな。くそ、この絵面2でも3でも見たわ。ちなみにね、このちなみにこのゲーム1から3全部100円なんでお買い得ですよ。僕は100円ですら高いと思ってるけどな。おい、ってこれ味方どっちか分かんねえ。3はあれやな、ちゃんと頭に帽子かぶってるから味方誰か分かったけど、このサッカー分からへんな、味方どれか。パンツの色も一緒やん。いや、パンツの色微妙じゃんか。こっちが赤で向こう青か。分かりにく。いいよ。一回ぐらいシュート決めたいな。あ、ごめん、味方をシュートしちゃった。このサッカーの方はなんか、味方の AI 割としっかりしてるような。ちゃんとゴール目がけてボール打っとりゃ。アイスホッケーなんてひどかったで。味方全然ゴールにシュートしてくれへん。来た。わあ、僕はシュートしたかった。このゲームのゴール、横からでもシュート判定あるよな。うまい、あいつ。プロプレイヤーが味方にいんな。よし。シュート。いいよ。はい、ナイス。やりましたー。クソゲー。